everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。9月6日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。今日のですね、リスナーさんの名前を叫ぶは埼玉のゴーさん、ジャピアン、次の4時マスコマンでございます。はい、なんか今週は変な台風でちょっとヒヤヒヤしましたけどね、え、皆さん被害の方は大丈夫だったでしょうか。ちょっと気になってます。みそにこみすきと、いやー、なんか台風が迷走台風だったなと思いまして、なんかあれですね、韓国の方もあれ確か韓国に上陸したんですよね確か、被害が出てるっていうことで、ちょっと気になっておるダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは運転、転、転、転。今週のテーマは運転です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャーの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、あのですね、メールをご紹介する前にですね、新しくですね、今月からスポンサーさんになっていただきました、夢屋さんですね、おやつと軽食のお店です。これはね、お求めやすいね、お安くね、皆さんお子様たちがね、買えるようなね、金額でね、いろんなものを提供しておりますので、皆様ね、お立ち寄りください。よろしくお願いいたします。いや、嬉しいですね。またね、応援してくださる、そうですね、企業というか、そう、お菓子屋さんです。うん、はい、どんどんいいね、王子ファミリーが増えて。いや、ファミリーじゃない、ファミリーじゃない。小室ファミリーみたいな言い方ですね。やめてもらえないかな。なかなかいい感じでしょ。いや、でもね、実際に、本当にお店に行って食べたんですけど、はい、食べたっていうか、買って、まあ、家というか、那覇なので、まあ、宿泊したホテルで食べたんですけどもね、ジャーマンケーキが美味しいんですよ。あっちは個人的なティラミスが。ああ、ティラミス。カップに入ったティラミスが。はい。山盛り入ってましたよね。めちゃくちゃ食べ応えありますよね。ボリュームがあるって、ね、お聞きしましたんで。そうなんですよ。でもね、本当に、なんだろう、お小遣いで買える、そういうお菓子がいっぱいあるんです。うん、いいですね。だからね、学校帰りの子供たちがいっぱい来てました。うん、そうですね、うん。はい。でも大人も来てましたよ。ね、でもね、一応弓矢さんのコンセプトとしてはね、やっぱり、
学校帰りにこう気軽に行ける寄れるお店っていうことですよね。そうですね、うん、あの全部手作りとかでお出しになられてるっていう。そうです、ほぼ、うん、あと駄菓子もありますね。駄菓子もあります、はい、ね、それこそ私たちが小さい頃に十円玉を握りしめて買いに行った駄菓子もありますし、うんうん、本当にその夢屋さんが手作りのお菓子も、うんうん、でも100円でお釣りが来るゼリーとかあるんですよ、うん、あら、いいですね、うん、なんかね、こういう情報をね、いただきますとね、うんうん、なんかまた王子ね、うん、オファーかけたくなっちゃうからね、うん、何、うん、なんかいろいろあるでしょ、あの王子クラッカーとかさ、おだまりね、あの王子ロールケーキとかね、いろいろ開発していただいて、あのやめてね、まあ、コラボ商品を急に持ちかけてね、おだまり夢屋さんがよくわからないうちにそんなことをされてしまってはね、困りますね。あ、はい、あ、そうなんですか。はい、ということで。はい、ということで。はい、そうですね。はい。じゃあ、メールをお願いします。メールご紹介します。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。最近は、龍角散の喉飴じゃなくて、粉を飲み込むのにハマっています。アレックスです。あら。ああ、龍角散のあの粉の方ね、あの初期タイプの方ですね。あの結構みんなむせるっていう。むせますね。粉の方は、ね。あれを今、飲んでらっしゃるってことで。ね、運転、あまり好きじゃないんですよね。ドライブは好きなんですけど、うん、普通かな。那覇とか、浦西とか、混んでるところは苦手です。カツレンでよろしいですか、これ。ああ、はい、カツレンです。はい、カツレンや、沖縄市あたりとドライバーよく行きますということでございます、はい。まあ、ドライブはですね、うん、まあ一人でもよろしいんですけど、うん、やっぱりね、あの助手席にねいらっしゃるといいですよね。ん、誰が、うん、誰が、いやいや、あの奥さん、まあ、いや、あの、まあ、私のは、ごめん、王妃だった。で、私の場合はですね、やっぱりこう、うん、若い方のね、うん、ね、あの王妃はダメなの、あのだいぶあの落としめしてますんで。だいぶあのって、失礼だな。いや、あの、やっぱりね、若い方をさ、うん、乗せてね、あの、こう、すがすがしくさ、うん、あの、ドライブしたいじゃないですか。うん。うん、だからね、まあ、王子の場合は早く日が暮れないかなと思っちゃうんですけどね。これ、録音を王妃に渡したいね。ねえ、うん、今のね、ね、もう、ずいぶん失礼なこと言ってるよね。これ、また、あの、あれですよ、あの、隔離部屋に、ね、なっちゃいますからね。もうまたあの放置プレイの館、またあれですよ、あの家族全員でというか、はい、あのね、ファミリー全員で、うん、放置プレイですね、ここ以上に冷たい空気が流れますんで。まあ、URL 適当に送っときましょう。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジニガタケイブさんからです。はい、ありがとうございます。本日のテーマ、運転といえば、若い頃は友達が所有している旧車でドライブしながらあちこち行った後は、当時山になっていた豊見城市の瀬長島に行き、山のてっぺんから急勾配になっているくねくね道を下りながら、ドラフト走行の運転を友達がよくやって、ドラフト、ドラフト、ごめん、間違えた。ごめんなさい。はい、いや、ジェニガタケイブさんは悪くないです。ドリフトです。あの、今ね、ビールの話かと思った。いや、ごめんなさい。本当に。今日ビール飲んでないから調子悪いな。ふざけるな。いやー、今日ね、ほんとビール飲みたかったんですけどね、うん、放送があるからね、我慢したんですよ、ジンジャーエールで。おだまり。あら、そう。そんな思いがドラフトになっちゃった。はい。ごめんなさいね、ちゃんとね、ドリフトって書いてあります。ドリフト走行の運転を友達がよくやって、後輪を滑らして遊んでいた思い出がありましたね。今となってはホテルが建てられ、昔の瀬長島の面影はなくなってますね、ということです。あ、そうなんです、瀬長島ね、ちょっとおしゃれになりましたからね、はい、昔はってそんなに昔知ってるわけじゃないんですけど、まだホテル瀬長島ができる前は確かになんかあんまり何もなかったような気がします。うん、そうですね、うん、なんかぐるっと回、一周したような、なんかぐるっと回ったような、一周して、こんな風っていう感じだった、うん、そう、あれこんな感じっていう感じでしたよね、うん、うん、懐かしい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーさん、味噌煮込みすぎさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。現在は通勤も車、仕事でも運転をする機会が多くあります。数年前にいた部署では、高齢者の送迎業務もあり、
ワゴン車で住宅街の細い道を通ったり、冬場の夕方や雨の日の運転は緊張もあり、大変だった記憶がありますね。前回の更新でゴールドに、あ、ゴールド免許ですね、うん、ゴールドに戻りましたので、維持していけるように安全運転に努めたいと思っています。はい、はい、これね、うん、まあ、何とかもないんですけど、まあ、あの王子もね、一応ゴールド持ってますけど、はい、まあ、あの私の場合は、ね、基本的にはね、まあ、後ろの、ね、座席に座ってたいなっていう気持ちはあるんですけども、運転手付きのね、ああ、うん、なるほどね、うん。そういう気持ちはあるんですけど、うん、まあ、ほぼ 100% の形で、うん、ね、運転しなさいと、うん、言われます。運転しなさいと、うん。ということでございますんでね。うん、まあ、一応、気をつけてはいるんですけども、やっぱりね、あのね、王子ね、はい、ついこの間ですね、うん、あの、一時停止あるじゃないですか。はいはい、このね、一時停止の、はい、その、こう止まり具合が非常にグレー。うん、こうきちっと止まってないのと、なんか動いてるのかっていう、ちゃんとブレーキは踏んでるんですよ。うん、どこからともなくね、パトカーが来ましてね。うん、王子止めるんですよね。うん、で、え、何って聞いたら、うん、もう止まってないっていうね、うんうん。でもこれはもう非常にこのグレーゾーンらしくて、うん、もうその判断はその警察官の主観らしいんですよ。うんうんうん、ああ、でもそうですよね。うん、だからそこで、王子ちょっとね、反抗しましたからね。うん、反抗したんだ、うん、王子は止まっているって。で、言い張ったら、うん、うん、って考えながら、どうぞ行ってくださいと。ああ、でもちょっと自信がなくなっちゃったんでしょうね。うん、そう。だから、そこら辺はどうなんですかって言ったら、やっぱり今のね、回答で、きちっとした、こう、明白なね、こう、ルールがね、うん、本当は止まるのはね、当たり前のことなんですけども。明確なルールはね、あるんですよ。あれば。うん。停止線の上に、うん、ちゃんと、速度がゼロにならないといけないんですよ。うんうん、で、ゼロを、ゼロになればいいんですよ。うんうん。うん、だからそこらゼロをずっとキープしなくてもいいんです、うんうん、ゼロになればいい、うん、ゼロになってればいい、ね、なってればいいんですよ。だからそこら辺のね、あれは、うん、まあ、警察官の方もね、うん、まあ、グレーという話をね、うんうん、じゃそのグレーが、濃ければアウトで、薄ければセーフですかと、うんうん、お尋ねしたらね、うーんって言ってましたんで、うん。うん、だからそこらはやっぱりこう主観が入ってるなっていうことはありますので、うん、まあ、長くね、運転してますけども、まあ、その乗り方の癖っていうのがね、うん、あって、いつもそういう止まり方をしてる場合がありますよね。うん、この止まってるのかこう微妙なところ、うんうん、っていうのがありますけども、うん、まあ、長年一時停止で捕まったことはございませんので、うんうん、王子は止まったとね、うんうん、言い張りましたけどね、うんうん、そこらそういうもね、うん、ちょっとしたね、うん、ことがありましたけども、うん、まあ、これでね、とりあえずはまだゴールドカードが維持できているっていう、ね、よかったよかった、うん、ということでございます。なるほどなるほど、はいはい、プラウデジェットさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、浦添のしんちゃんが、はい、仕事が、追加してね、仕事柄運転は毎日12時間から15時間はハンドルを握ってますよ。おっていうね。ちょっと今、追加さん、ハンドルを握ってますよ、だって青森を飲みながらって書いてあったから、ちょっとショックでした、今。私もその続きを見ました。青森飲みながら、ツイキャス見てましたから。ツイキャス見てました。私も実は、えって思って、一瞬止まったんですけど、ハンドル握りながら、青森乗ったらどうしようと思ったけど、そうじゃなかった。この番組を青森飲みながら、聞いてくださってること、ね、見てくださってるんですね。はい、ということでした。よかった。ったびっくりした。あ、ギネスさんが昔の瀬長島事故ったりミスる車よく見たなって、うん、ああなるほどなるほど、うん、いやもう皆さんブイブイはしてたってことです ね、 ね、もう今は違いますかね、あそこは。そう、うん、観光客でね、うんうん、観光客とあと、まあ、本当に沖縄の皆様も、うん、遊びに行くような、うんうんうん、ところになってますから。じゃあ、もう、はい、夜中も静かになってるっていう。あれ夜中どうなってるんですかね。これちょっとそこが分かんないんですけど。実は夜中はちょっとよく分かんないですね。でも、走る人たちはあれじゃないの？夜中とかじゃないの？そういうわけでもないんですかね。明るい時からブイブイはしちゃってるのかな。ああ、ドリフトの時は、そうそうそう、昔ね。ねえ、それは夜もでしょうね。はいはい。でも今そういう方がね、
いなくなって静かになってるっていうような感じなのかな。まあ、結局リゾートっぽくなっちゃいましたからね、うんうん、そういうことができないんですよね、うん、はい。あ、でカープボーイさんが、はい、味噌煮込みさん、ダンサーズさん、なんだろう、3日が襲っても薬味するさんってなんだろう。あ皆さんこんばんは。今日のテーマ運転、泣き人の運転校に源氏が流れ着いたっていう伝説があるけど、ってしかも源頼朝っていう話もあるけどどうなんだろうねっていうことで。そうなんですか。ね、運転、その運転なんだ。あでスプリームさんも運転ですかっていう、あの地名の運転ですけど、まさにカープボーイさんが泣き人の運転校の話を。ありがとうございます。あ、運転校利用しましたよね確か。利用しました、あれ違いましたっけ、うん、あれ、あの島に行った時。いや、違いました、行ってないですね。あ、違ってました、うん、あ、まあ、運転からもう行ける島がありますよね。うーん、伊部屋、伊勢かなでしたかね、はい、うんうん、はい、ということで、はい、CM です。はい、はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うならお母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010、ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。キユナ小屋。はい、引き続きメール紹介します。はい、はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。
今日のテーマで少し愚痴ることがありましたのでメールします、うん、ここ10年くらい遠出をするのが相方とほとんどが家、必ず相方が運転するので私は一人で遠出をするのがドキドキするんです。女性同士の時は私が運転手なのでマジドキドキします。特に地理がわからないところなど、年取るとこうやって運転のできないようになってしまうのかしらということです。ねえ、うん、普段はねきっと旦那様が運転してるので、はい、うん、でもね、知らないこう地域へね、うん、まあ、運転するっていうのはね、うん、なかなかこう気遣いますし、うん、まあ、よくね道に迷うんですよね。ナビを見てても王子迷いますからね。いやでもやっぱり難しいですよね、うん、ナビだってそんなにすぐに反応してくれるわけじゃないしね、うん、そう、ね、ナビがねもっとね、うん、近くってねいい道があるのに、うん、なんか全然違 う, こう遠回りするところをね教えてね、なんか距離優先しすぎて変な道通らせてますよね。遅い道通ったりとかありますね、うん、ねえ、うん、たまに本当にこれ通れないよって前ね、うん、あれですもん、行き止まりになってるとこまでね、うん、ナビで出すから、うん、またバックで引き返すのが大変大変だ、うん、ねえ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあもう一ついきますね、はい、沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ダンスさん、味噌煮込みスキーさん、王子、こんばん名古屋。こんばん名古屋。どうも、取れたての新鮮ゴーヤーです。そうです。沖縄大好きっす。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、はい、なんで王子無言なの？今ね、ずっと聞いちゃったの、今。メッセージテーマ、運転。車の運転ということですが、はい、ほぼ毎日運転しています、うん。仕事の通勤や使用で運転しています。仕事を辞めてからは、通勤目的で運転することはなく、ほとんどは使用で出ることが多いですね。気分転換に外へ出て出かけたりもしていますよ。最近は遠出していないので、またどこかに遠出したいですということです。はい。ありがとうございます。でもあれですね、やっぱりお仕事でね、はい、車はまあ毎日運転される方いらっしゃいますんで、うんうん、ね、どうなんでしょうね。ちょっとずっとこう、遠出するよりか、こう、近くのね、近くというか、こう、いつもこうルート的なところにお仕事をされてる方っていうのは、うん、ね、結構ね、どうなんでしょう、気使わずこう気軽って言い方変ですけども、うん、まあ、慣れた道をね行くっていうのは、うんうん、結構ね安心感もあってね、うん、ただ運転よりかそのお仕事の方がね結構大変って場合がございますんでね、うん、ね、うん、仕事で疲れて、ね、運転して帰るとかって結構しんどいですもんね、うん、そうなんですよ ね、うん、もうね、まあ、王子の場合ですね今ねちょっとね外でお仕事してますので、うん、汗がねもういっぱい出ちゃってね、うん、車に乗って冷やすと加齢臭が出るんだよね、うん、汗の匂いないよね、加齢臭なんだよね、うん、また加齢臭の話が、ひふみさんがそうそう、はい、運転校から行くのは伊平屋島と伊是名島ですっていうことで、そうですね、ね、はい、はい、岐阜の8人のバーバーさんが、はい、沖縄から孫が来たので片道4時間かけて奥飛騨温泉郷まで出かけてきました。久々の長距離運転疲れましたということです。いいですね、奥飛騨温泉郷いいですよ。奥飛騨温泉郷もいいですね、はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。メールお願いします。はい、続いてですね、マスク王子ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。埼玉のゴーデン日本あれ今ちょっと意表をついた。はい、どうですよね。今日のテーマ、うん、運転。これ本当の発音、運転？あ、運転ですね。運転で、ね、合ってんのかな、うん、私たちはそう呼んでるけど、うん、で、点点点、運転ですね、うん、ってことですね、はい。僕は18歳の時に免許を習得しましたね。工場勤務でもあるのでフォークリフトの免許も習得していますが、2トンまでのフォークリフトは運転できます。通勤も埼玉から茨城まで片道1時間の通勤なので、その時間はラジオ時間となります、うん、ということでございます。あ、あダンサーズもなんかいろいろ持ってますよね。ん、何がですか。こういろいろこの運転免許というかそのいろんな特殊免許ですか。あ、運転関係ですか、うん、ありますね。
何、はい、でもできちゃいそうですね。ありますね。うん、あ、ツイキャスでね、はい、夢屋さんが、はい、夢屋さんツイキャスでいただいてます。私は性格がせっかちで、だから、怖くて運転免許持ってません。歩いても人とぶつかるのに車だと心配。あら、そう。大丈夫ですよね。歩いてもぶつかるね。あのね、それ全然大丈夫ですよ。うん、まあ、王子も結構ね、歩くの早い方ですので、はい。うん、こう、ノロノロ歩いてる人がちょっとで気になってしょうがないんですね。はい。うん。うん、まあ、そういう時にちょっとこう、綺麗な方とこう、すれ違うととってもハッピーっていうね、うん。うん。そういう気持ちになるんですけど、うん。ちょっと怖い、お兄さんたちがいると、だいぶ、こうね、うん、足を遅くしてね、遠ざかっていくっていう。遠ざかっていく。遠ざかっていく。どん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 こうね、脇の方に離れていきますからね。うん、なるほど。うん、あとひふみさん、はい。昔、愛知に住んでる時、東京の後輩が4足の軽バンで迎えに来て、うん、一緒に甲子園見に行きました。往復、彼の運転でした。いや、結構ありますよね。うん、甲子園だぞ、うんうんうん。あ、いつメールいいですか、はい、はい。はい。いきますね、じゃあ。ふむむしいちさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、運転。車の運転は好きな方だと思います。と言っても、ずっとフォードアセダンのオートマチックを所有してました。10年前に友人から譲ってもらったジムニーもオートマチック。ところが、数年前、エンジン乗せ替えのついでに血迷ってマニュアルにしてしまいました。おう。ですが、意外とこれが面白くて毎日運転を楽しんでます。うん、皆さんは現在、マニュアル車を運転してますか？ということです。うんね、やっぱり車を好きな方はね、うん、マニュアルがね、いいっていう方いらっしゃいますんで、うん、多いですよね、そういう方ね。いやー、マニュアルねマニュアル車ね、運転したくてもね、ないんですよ。そうだよね。オートマチックばっかりなんですよ。そうだよね。私はもう自動車学校でやった以来ですね。あ、運転してないかも。一回したかな。たまにしたい時あるんですよ、マニュアルで。うん、面白いなと思いますし。まあ、ね、まあ、これも慣れというかね、うん、王子はね、まあ、よくね、トラックと名の、ね、元のね、うん、白い馬車に乗ってますけどもね。白い馬車、うん、地獄を見るわよ。それに乗ってます。はい、ということで、ああ、ということで、エンディングでーす。はい、来週のテーマはお菓子。お菓子、お菓子、お菓子。来週のテーマはお菓子です。好きなお菓子、懐かしいお菓子などお菓子エピソードをお寄せください。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージアの花、ウェブサイト制作、システム開発は、名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト、FMJG、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。それでは、今日は言うよ。ガランガラー。